それではただいまより市長定例記者会見を開催させていただきます。発表の前に記者会のご移動があったようでございますので、感謝にご紹介をお願いいたします。管理者の毎日新聞です。産経新聞の山本記者がアメドにこちらにいらっしゃいましたので、挨拶をお願いします。はい、産経新聞の山本と申します。よろしくお願いします。普段県警と県人ということになりまして、もう一人は千葉県政の大島と二人で千葉市を、10月からやることになりました。で、なんか大島の方が県政も県人してるんですけど、なんか千葉市が好きみたいで、なんか仕事も取られすぎないように僕も頑張りますので、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。それでは発表の時間につきまして、お願いします。皆さんこんにちは。今日はですね、発表事項が1件とお知らせが2件あります。まず発表事項ですけれども、市街地液状化対策事業モデル地区の進捗についてということで、副題で事業化への大きな弾みというふうに書かせていただいておりますけれども、震災後ですね、この道路と宅地の一体的な液状化対策というものをですね、住民の方々とずっと継続的にお話し合いをさせていただいて、そして、工事 この工法についてもですね、研究検討を重ねてきて、そして、ようやく一つの節目である、住民の合意に、至ってきたということですので、そのご報告をさせていただきたいというふうに思います。先ほど申し上げた通り、東日本大震災によって地盤の液状化で被害を受けた戸建て住宅地において、再度液状化が起きないよう、その被害を抑制するためにモデル地区磯部4丁目の一部において、地下水位低下方法による液状化対策を目指すこととして、8月下旬から合意形成の作業に入っておりましたけれども、この度制度上求められている3分の2以上の同意を得られましたので、報告するとともに今後の予定をお知らせいたします。で、趣旨ですけれども、この復興庁の復興交付金事業であります市街地液状化対策事業を実施する場合に、事業計画区域内の宅地の所有権を有するすべての者及び借地権を有するすべての者、それぞれ3分の2以上の同意が得られていることが要件となっています。このことから千葉市液状化対策推進委員会の意見をもとに、工法は地下水位低下工法、同工法で実施した場合の特性、宅地等所有者負担額等も踏まえた説明を地権者に実施をし、合意形成の結果3分の2以上の同意が得られています。対象地域は磯部4丁目の一部で約 7.1 ヘクタール、同意者は全体260人中215人、 82.7% ということで、今後の予定ですけれども、復興交付金の要望を10月14日に実施をいたしました。これは調査費が2900万円であります。で、この間もうすでに地質調査であったり、もしくは中磯部公園で実証してきた実証実験であったり、そうしたものについて国交付金を、交付いただいてますけれども、今回改めて調査費を計上しています。とは言いながらですね、この 82.7% と、そういう意味で多くの住民の合意が得られたわけですけれども、全体をやるものですから、限りなく 100% に近い同意を得られるようにですね、引き続き私たちは、合意いただけるよう地元との意見調整をしていきたいと思っています。今後の進捗に必要な事業計画作成等について国との協議を進めていきたいと思っています。そういう意味で、震災が起きて、道路と宅地の一体的な液状化対策というものを我々もこう国への要望をしながらですね、復興庁に、作っていただいて、そしてそれに基づいて工法がを研究してきて、そして、中磯部公園の実証実験もしてきて、そして住民の皆さんにもお考えいただいて合意を取ってと、ようやく前へ進める状況まで持ってこれたというのはですね、本当に学術関係者のこの知見を持たれている方々のご協力もそうですけれども、何よりこの地元の方々がですね、かなり精力的に合意形成集約をしていただいた、その結果かなというふうに思っています。いずれにしても液状化対策を進めてですね、災害に強い千葉市づくりを進めていくために重要な取り組みかなというふうに思っています。発
表事項は以上ですけれども、お知らせが2点あります。資料はお手元に配布させていただいてますけれども、1点目が千葉市 NPO 活動対象の実施についてということで、NPO に関する事務がですね、県から政令市に移譲されて、我々千葉市もやってきておりますけれども、NPO を少しでも活性化させて、地域主体の街づくりを作っていく中でですね、NPO の指定制度など、いろいろ取り組んできましたけれども、今回はですね、新たに NPO 法人の活動を表彰する対象を創設いたしました。これは NPO 法人が取り組んできた活動に対して表彰を行うことで、その NPO 法人の知名度の向上、それから寄付の促進、NPO 活動のより一層の促進を図ることを目的としています。現在10月1日から明日の24日までの間で市内で活動している NPO 法人から活動対象へのエントリーを受け付けており、その後11月1日から30日までの1ヶ月間でこのエントリーされた NPO 法人活動のうち、これは良い活動と思ったものに市民から投票いただいて、投票結果と合わせ有識者による評価によって大賞をはじめとする3賞の受賞者を決定する。なお来年2月に表彰式を予定しておりますので、市民投票や表彰の実施にあたって、取材をし記事にしていただくなどご協力いただけたらと思います。2点目がですね、千葉連邦体験会市長と街歩きを開催しますについてです。今年の9月に ICT を活用して市民が市政に参加、地域課題の解決を図っていく千葉市民共同連邦と千葉連邦の取り組みを日本で初めてスタートいたしました。昨年の実証実験時にもこの市長と街歩きは2回開催してるんですけれども、大変いろんな意見が出てですね、実施してよかったと思ってます。千葉レポへの親しみや、また街づくりへの参加促進、また、今後に向けた、提案というかですね、そういうアイデアを、いただくためにですね、今度の26日日曜日、希望路周辺道路において市民と私は一緒に歩き、千葉レポを体験する市長と街歩きを開催をいたします。また今回実証実験の際にはなかった新機能、テーマレポートの体験会を兼ねてございます。でテーマは当日までシークレットとさせていただきますので、当日のお楽しみとしてぜひ皆様方にもご参加をいただければと思っています。私からは以上です。はい、それでは幹事長お願いします。劇場化対策事業の進捗についてなんですけれども、今回一つの説明を迎えられたということで、改めて市長のご感想を伺いたいのと、あと住民の 100% の合意を目指したいということでしたが、今後の展望というかスケジュールも含めて今分かっている範囲で教えていただければと思います。はい、どうしてもこの何ていうんですかね、一体的に3分の2以上の合意をいただく、しかも住民負担が発生するものですから、大変その我々もこれに対して意欲的に取り組んできましたけれども、住民合意を得るというのは相当ハードルが高いというふうにはもともと思ってました。ただその中で当初より非常にその地域自治会含めてですね、熱心なこの磯部のこの地域がですね、私たちにとっても一番できるとすれば一番近いんではないかというふうに思っていましたし、またその地下水低下工法という手法を実施のできる、地盤的にも条件が比較的いい、地域ですから、この地域でですね、合意形成がまず図れたというのはですね、大変良かったなというふうに思います。やはり当時からの関心の高さというのが一番大きかったのではないかなと、そういうふうに。全国的に影響というか、そういう方面についてはどうお考えでしょうか。そうですね、やはりこれで、合意が取れてですね、実際に工事がこれから進んでいきますので、そうしてくればですね、いわゆる千葉市のその宮間区における災害に強いまちづくりのモデルとしてですね、かなり注目もしていただけると思いますし、逆に他地域でも同じようにチャレンジをしようとしている地域もありますので、そうした方々にとっても一つの、なんていうんですかね、参考にもなれるのかなというふうに思っています。いずれにしても、100% の合意というのはもちろん難しいわけでありますけれども、事業を少しでも納得性のあるものにするためにはですね、できる限り、これは合意をですね、地域の方々と一緒になって、積み上げて、1% でも積み上げていきたいなというふうに思っています。
何かあの液状化についてなんですけれども、あのちょっと細かいんですけど、この調査費2900万の中身っていうのを教えていただきたいのと、あと、まあ、100% を目指すっていうことなんですけれども、例えばそれはいつまでに目指すとか、あとまあその期限を決めたとして、その合意されなかった方の、まあ、負担っていうのはどうされるのか、その辺の計画があれば教えてください。朝倉敏彦でございます。2900万円の内容でございますが、調査費としてあの家屋の調査をこれからかけていきます。というのは、それぞれ家屋の家で、配管等があったり、それぞれの基礎の状況でございますので、まあ、そういった家屋の調査を進めていくようでございます。ご意見です。ご意見しない、あのされない方、ご意見しない方の負担みたいな時期と目安と、はい、つまりそうですね、あのこれあの引き続きあの当然合意形成を進めてということで、あの引き続きですね、あの休日も含めて他の職員、努力しておりますし、まあ、実際の方も協力をいただいております。これであの調査を進めていく中で合意形成を進めたいと思いますが、まあ、最終的には一応来年の事業完了を目指しておりますので、まあ、それ完了するまでには 100% 合意形成をさせていただいて、あの必要な費用を負担していただきたいと考えております。お願いいたします。読売さん、液状化なんですけれども、確か当初の予定は年度末までに、事業を始めるという話だった気がするんですけど、なんかそのスケジュール的に遅れてきているのかなという気がするんですが、その点のご説明をいただきたいというのが一つ。それから、他の地域で当初、まあ、ここ以外にもできればということがあったんですが、他に関しての、まあ、メドというかですね、事実上、まああの地下水じゃない方、格子状とかもかなり難しいんじゃないかと思うんですが、現実的にその辺の、メドというのはどうでしょう。今年度で着工、一応今年度着工という予定は、まあ、まあ申し上げてたんですけれども、あのやっぱりその地元と そのやり取りなり、それからその実習実験をやっている状況で、これも当初の予定よりも、まあ、もうちょっと長くやった方がいいという、その学術 その専門の院の先生からのご意見があったりしてですね、全体が、まあ、少し後ろにずれてきているというのは、これは事実。ただ、まあ、やはりあのこういう初めて、やっていくということになりますので、慎重にですね、その辺は十分あの対応していくためにも、まあ、時間がかかっているということと、あとはその合意形成のためにもですね、これあの地域一人一人の皆さんに職員が当たっていますので、まあ、そういったその中での時間はどうしてもかかってしまっているという状況はあります。まあ、ただあのここであの一応今度家屋調査を始めて、事業計画を作っていけば、あのその後その実施計画、あ実施設計という、まあ、こういう流れになってきますので、具体的なその工事に向けてということになるかというふうに思っています。他の地区はですね、やはりその今お話のようにその、格子状の方は前にもお話ししたように、住民の方の負担が非常に大きいという見込みとなっております。それで、まあ、市としても独自の補助の支援の考え方はもうすでにお示しはしているんですが、どうしてもそのこの地下水低下に比べますと大きな負担がその、個人の方に、生じてしまうと、まあ、そういう中でなかなかそのこの話を前に進める環境にはまだないというのが実情です。ただあの地域の方々とは話し合いを続けておりますので、この辺はあの私どもも引き続き、こことは今後含めて、地域に入って継続的に話をしていくという姿勢は変わっておりません。一応、確認ですが、まだ諦めてないというんですね、この市場もそれからあと他の地域でのこの、地下水低下工も他地域でのあ地下水もその状況が許せばやっぱりこれは何といってもその地盤の状況が一番大きくて、その
地盤沈下を、まあ、どうしてもする部分がどれだけの影響があるかとか、そういうところの環境が一番大きいものですから、まあ、ただやっぱり今のそのボーリング調査の結果からすると、この磯部地区が一番条件として整ってたということで、まあ、他の地域もまたそういうところが出てくればですね、取り組むことはもちろん。他にございますか。こちらテレビの斉藤と申します。よろしくお願いします。同意者なんですけれども、全体260人のうち、まあ、215人ということで 82% 余りの方が、合流したと。で、残りの、まあ、方々に関してなんですけれども、例えばその費用負担とかの問題もあると思うんですが、その他合意できない理由として何か市の方に寄せられているものがありましたら教えていただけますでしょうか。じゃあ、はい、残りに寄せない方もまだ、明確に反対とおっしゃってない方も含めておりまして、反対の理由を述べられている方は一部あるんですが、まあ、そこで今もちろん負担金としてこれそんなに大きな額にしていないつもりなんですけど、まあ、ちょっとやっぱり負担金がどうかという方、それから公募について、ちょっとまだリスクがあるんじゃないかとおっしゃっている方もいらっしゃるので、まあ、こういう方については公募についてこれからも引き続き丁寧に説明したいと思っています。あとは今回被害がなかった関係で大丈夫じゃないかとおっしゃっている方もいるので、まあ、これはやっぱ将来に向けた必要な対策だということで、この方についても引き続きご説明を続けていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。液状化でですね、100% の合意を目指すということなんですが、まあ、どうしても合意してくれない住民が出てきた場合、その方の負担というのはどうなるんでしょうか。まあ、基本的にはもちろんこれからという進めたいんですが、おっしゃるようにそういうケースもないとは限りません、まあ、そういうことに向けて何らかの負担ルールを定めて、やはりそういう方についても地域に対するご協力ということで負担いただくということを考えていきたいと思っています。要するにどう合意した方も、合意されない方も同じだけの負担をとしては求めていきたいということでよろしいですか。そうですね、合意された方が少なくともそうにならないようにやるべきだと思っています。同じ負担をしていただこうと考えています。ありがとうございます。共同通信です。臨海線の関係なんですけど、はい、アンケートの集まり具合とか、まあ、アンケート配布の状況とか、16日の平日、それから19日の日曜日配布してやりました。で、それぞれ8000配るという目標にさせていただきまして、平日の方については全て配りました。で、日曜日については、やっぱり若干たくさんの状況が少ない。ことがありまして、今のところ7000円を超えた量を配布させていただきました。これ記入後に郵送で回収するということになりますので、まあ、今後ちょっと回収を進めて届くということになると思います。で、まあ、最終的には両方、まあ、2000円を回収できると考えていますので、まあ、8000円あるいは7000円配りことができましたので、必要な票数は確保できるんじゃないかと現時点では考えております。すでに何通か集まってきているんでしょうか。既に何通まで戻ってきたいと思うんですけど、何通までは申し訳ないです。ちょっと今のところです。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。液状化の3分の2の同意が得られたのは2つのうち。10月17日と82日となります。
他によろしいでしょうか。よろしいですか。はい、では以上をもちまして、経歴者会見を終了いたします。ありがとうございました。